くっちゅうやつですね。とりあえず特にターゲットはありませんが、南紀の海に浮かんできます。何か釣れるかな。ちょっとだけ波が高い感じがする。予報でも 0.6 メートルぐらいなんで、まあギリギリ許容範囲かなっていう波で、風は風速1メートル2メートルぐらいなんで風は全然問題ないんですけど、ちょっと波が心配なのでそんなに沖には出ないようにしようかなと思います。まずは毎度のことだけどビンビンスイッチから始めます。いきなり来た。赤ハタちゃん、やっぱり南紀はこいつですね。結構引くの。おじさんや、おじさん。おじさん。めっちゃ活性高いな、これ。落ちパクやで、落ちパク。あれ？またおじさんだ。これでっかいな。でっかいおじさんかな。なんだ？うわ、でっかいおじさんや。気持ち悪いな、こいつ。これヒゲがないな、こいつ。おじさんじゃないのかな。あ、あるか。おじさんか、やっぱり。朝日眩しい。なんだろうな、そこ以外で反応が出るのって珍しいね。中層で出てる。 TG ベイトでいってみましょう。 TG ベイト、これは 60g。落ち着くよ、落ち着く。一個の赤ハタちゃん、これはキープしましょう。このサイズはリリースですね。サイナー、うわ、気持ち悪い。赤い目のエソや。あいつや、赤い目のエソ。こいつ一番気持ち悪いや。赤い目のエソ。こいつ一番気持ち悪い。回る回る。TG ベイト丸飲み。これはいいサイズ。持って帰ろう。赤ハタ。当たりは抜群にあるんですけどね。エソ、おじさん、赤ハタ、この3種類ですね。快適な移動。なんかこの波嫌だな。周期は長いんだけど、ちょっと大きめのやつがモワンモワンと来る波。まあ全然大丈夫なんだけど、気持ち悪いこいつ。やっぱ TG ベイト食ってくんな。うん、やった。おー、はげたよ。やった。
大門旗。しかもいい方だ。ラッキー。水深37メートル、36メートル。やっぱこれぐらいになったら赤旗じゃないやつも食ってくるね。なんだ？赤か。赤旗ちゃんか。赤旗地獄。これ全部赤旗だよ、絶対。日が昇ってきましたね。しまったな、今日日焼け止め乗るの忘れてたな。また黒くなるな。久しぶりにタイラバやってみます。まあ僕の中ではビンビンスイッチもタイラバも一緒だと思うんですけどね。これはタングステンのジグヘッドの60かな。タイラバ、ここら辺で釣れる旗って4種類あるみたいで、まあ僕が釣りまくってる赤旗、そして大門旗、そしてキジ旗、アコウですよね。それとマハタっていうやつもいるみたいで、その4種類が釣れるみたいなんですけど、まあなかなかね、アコウ、キジハタ、マハタを釣ることができなくて、多分もうちょっと深いところに行かなきゃいけないのかなと思うんですけど、まあでも30メートル40メートルぐらいでいてもおかしくないんですけどね。釣れるのは赤ハタ、そして時々大門ハタって感じばっかりですね。タイガーが来た。タイガーが来た。赤いタイガーで赤いやつ。出発地点から1キロも取ってないのに水深が40メートルを超えてくるんでね、結構ここのポイントは好きですね。どんだけ活性がいいんや。2匹一緒に食ってきた。こんなことある？2つのフックに2匹食ってきた。南紀の海のいいところは、ほんとね、遊漁船も漁船もあんまりいないんですよね。だからその辺で神経使う必要がないから、ほんと伸び伸びと釣りすることができます。これがね、紀北とか中期だったら、結構遊漁船とか漁船とか渡船屋さんがね、たくさんいるんで、その日に気ぃ使わなきゃいけないんですけど、ほんと南紀はいいです。でも難点がね、赤旗しか釣れねえんだよな。それが難点。ん？赤くないぞ。赤くないぞ。赤いか。あいつか。でかいあいつは。こいつはでかい。センチ級ですな。これは持って帰ろう。ちょっと風が出てきましたね。予報だったら午後から吹く感じだったんだけど、ちょっと早めに風が強まってきてます。あと波も午前中の朝のモアンモアンっていう波から、ちょっと波が砕けて細かい波になってます。ちょろちょろと白
白波が立ち始めましたね。風もちょっと出てきたし、無理をしないのがサップフィッシングです。ちょっと早いけど、赤旗いっぱい釣れたし、黄金旗も釣れたし、帰りましょうか。帰りましょう。結構バッテリー残ってるね今日は。こういう時は逆風だけど